西田まさきで、西田まさきと申します。本日のゲストも今やミュージカルスター、そしてウルトラマンメビウスでイカルガジョージ役を演じた渡辺大輔さんで、よろしくお願いします。ミュージカルをしてるとかでいいかな。何がスターとか。でもミュージカルスター、ここにあの入れとくから、ミュージカルスター完全にミュージカルスターキラキラキラ渡辺大輔みたいなテロップ入れるから、あのね、ミュージカルを知ってる人たちは誰がスターやって思ってる人いっぱいいるから、ね、大丈夫大丈夫、うちのチャンネルミュージカル知ってる人多分おらんから。オッケーオッケー、じゃあいいや。なんか大丈夫、そんなこと言ったらだって俺のファンとかが見たらさ、うん、いやいやいや大ちゃんまだスターじゃねえからみたいな。いやいやいや、大ジョージのファンはもうジョージのことをスターやと思ってるわけだから、だからミュージカルスター渡辺大輔っていうわけよ。バシッとテロップここら辺に入れるから、もうじゃあもう頑張りますキラキラかももうやれるだけやってもらって、うん、ありがとうございます。ね、じゃあまあその後半戦はですね、後半戦じゃあいろいろと質問事項がございますので、覚えてるかな、その質問にまあお答えいただこうかなと思っております。はい、じゃあですね、まあそのまあ本番はだからその相原凌は違う子がやるよってやったやんか。あ、そうだね。で俺になるやんか。なったね。で俺と初めて会ったのって要はもういきなり撮影現場で会う。そうだね、会ったね、撮影現場で。多分アジスタ。そう、そう、なんかね、まあ控室だよね。そうそうそう、アシスタの控室、メイク部屋みたいなところで初めてお会いするんですけど、はい、その時の、印象ね。はいはいはい。まあ、てっぺいとかにも同じことを聞きましたよ。ああ、もうね、てっぺいそんなことわかるんだけど、多分てっぺいとはちょっと違うかな。あ、なんか一緒だったらびっくりするけど、俺はもう、ああ、もうなんか大物来たなって感じ。大物が入ってきたぞ、みたいな。ガラ悪いって言ったもん。あ、そう、絶対言う。そう思ったの。ガラ悪いあんちゃん来たなみとか、そういうことを言いそうな気がする。あの人は。俺はもうなんか、ああ、もう、もう重鎮ですかみたいな。誰が重鎮やねん。もう、この業界仕切ってます。仕切ってないわ。もうサングラスバーンかけて、当時多分まだ寒かったかな。そう、冬ですね。冬。だから長めのベンチコート。ベンチコート着て、ポッケに手突っ込んで、ういーっすみたいな感じで入ってきて。なんなんやろな、そのみんなその俺の黒のベンチコート、テカテカの黒のアディダスのベンチコートをやたらみんな覚えてる。だってずっと着てんだもん。だって寒かった。で、そう、常に寒いが口癖だったの。そう、寒い寒い、もう早く終わろうみたいな。いや、もう寒いから早く終わろう。いやいや、そんなこと言ったらだって現場スタッフさんみんないっぱいいるしさ。いやいや、スタッフさん防寒してみやんか。でもずっとじっとしてんだよ、うちらが動けるんだよ。いや、我々はあの革の上下寒い。ナイフが。でもまだな。冬はクソ寒い、夏はクソ暑い。まあ、そうだね。もうちょっとなんとかしてと通気性が、まあ、夏は良くなかったりとか。そう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 、ね、まあまあそういうイメージですか。いやもうそうだよ。だってなんかあどうも今回ちょっと急遽とかいう感じもなく、なんか未来とはその前にも撮影してるからな。そうそうそう、やってたから一番最初のシーンをねやったからあれかもしれないけど、うちらはさ初めてなのに来て、どうしようみたいな、座っちゃったみたいな、挨拶した方がいいのかなっていう、お互い探り探りみたいなね。だけどこっちは俺もほらそういう現場初めてだったし、いや挨拶はしっかりした方がいいと思って、で何か声かけたと思う、こっちから。そうやったっけ。そう、おおお願いしますっつって、もうクールよ、ザクール。もう今思えば何やねんこらみたいな。もうこっち蓋開けたら同い年やんけみたいな。そう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 。だけどなんかそういうなんか大物、芸能界の大物入ってきたみたいな。何じゃそれっていうイメージだった。で、てっぺんは多分そういう風なガラ悪いやっちゃったなみたいな感じの言いそうかなっていう。そうそうそう、女性陣は分からないね。そう、まだ聞いてないね。聞いてない。女性陣2人には。え、未来は何て言ったの。未来は怖い人って言った。あ、やっぱ怖いのかな。未来は最初に会ったのがロケバスやから。あ、その撮影の2人で日、うんうん。で、しかも俺の方が先にロケバス乗ってたらしく。あ、で、後から来たんだ。そう。で、なんかこう、俺が先に乗ってて、サングラスして、それこそまた黒のベンチコート着てたらしく。で、瞬時が俺の横に座るやん。で、栃木かどっかまで行く車やったから、うん、2時間ぐらいの移動中、うん、瞬時はイヤホンをしててんけど、うん、イヤホンの音は全部消して。え？
いつ俺に声をかけられても返事ができるようにしてたんですっていうのが初対。なるほどね。ただ一応この守りは入ってたんだ。そうそうそう一応あんまり声かけられないようにはしてんねんけど、声かけられる時いつでも反応ができるように常にミュートでイヤホンをしてるっていう状態だったらしい。はあ、なんかぽいね、うん、なんか最初のあの頃はね、すごくなんか純粋でっていうあれがあったからさ、もう二十歳でみたいなさ、可愛いなこいつみたいな、ね、純粋か、え純粋やったか、いやいやいや、もうそれはだって二十歳だよ、俺は可愛いやつだなって思ってたけど、いやいや言うても我々も24、5やからな、まだそうだけど、ほらなんかちょっと違ったじゃん。まあまあ24と19はまあ多少ね、うん、なんかやっぱり一応年上の男性としてやっぱ5歳ぐらい下だとさ、うん、なんかこう可愛いなって思ったりとか可愛いそうですね、うん、じゃあそのまあ1年ぐらい、まあ、一緒にいたわけじゃないですか、ね、その当時 その撮影中の思い出なんかあったりしますか。俺、うん、でもほらどっちが多い、でももちろんスタジオの方が多かったよね、撮影は。君はね、ビルと、うん、あ、まあ、うちらはほら隊員だから基地に行ってとか、うん、まあ出動がかかったら出ていくけど、うん、まあ2人はね、あの変身とかいろいろあったから後半とかはあの増えてって一緒にねなったりとかするかもしれないけど、だからあの、なんだろう、今でもな全部は思い出さないけど覚えてるっていうか、思い出すのはあのやっぱ楽屋がさ、うん、プレハブみたいな楽屋があって、うん、下に食堂があってっていうのが、うん、なんかあそこが憩いの場で、メイク室ちょっと離れたところ、うん、こっちだ、そうこっちが楽屋な、そう、うん、あのこう入り口から見たら、そうで、こう右奥とかがね、あのスタジオ、あっちのなんて言うんだろうね、コックピットな、言っていいのかな、あのほら、もう変身した後の戦いとか撮ってた。ああ、だから特撮ゾーンな、うん、特撮ゾーン、基地、コックピットって、そうそうそう、スタジオがあったんだ、確かに。だからもう最初さ、そういうあの特撮系とか、まあそういうヒーロー、ウルトラマンを撮るのスタジオだと思ってた、ビルとは。違う違う。したら、ほら、お隣でもう大物歌手の方がなんか PV 撮ってたりとかさ。あった、そんなあったよ。え、誰これ言って言っていいよ、誰、大丈夫か、まあ、切れたよ、いや、倖田來未さんとか、え、撮ってたっけ、撮ってた、とか、全然覚えてないわ、なんかまあ、本当に、当時、他もいたけど、まあ、そういう、ブーン言ってる人と、だって黒澤明さんとかが撮ってるようなスタジオやったから、だったよね、ずっと残ってる、そう、あれ、なんでなくしちゃったんだろうね、もう古いってこと、古いし、やっぱり維持費とかそういう問題じゃない、そういうことか、うん、で、ちょっと離れたところにほら今の東宝のスタジオがあるでしょ、そう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 、でっかいとこあったじゃん、うん、まあ、今もう新しくなって、うん、だから、なんかあそこのビルトに通う、あの俺らはね、駅から歩いて、うん、そうね、そう、てっぺいとかとみんなで歩いて通ってるって、帰りもそうだけど、うん、そのイメージがすごく強い、なんか学校に通ってたイメージって強いのかな、あー、まあまあほぼ毎日のように週何日も同じ電車に乗って同じ電車で帰るわけだから、ね、そう、だからあのやっぱビルトの中のあれ、その時ジョージどこ住んでたっけ、俺はその時はでも渋谷区かな、うん、今はなんで今言うの、今は何区、いや今は、まあ、これダメだったら P、 いや全然入れるよ別に大体区も P 今入ってるけど、ね、入ってる入ってる、うん、何千うん、いや分からない、それはあの流れよ、そのままの、その後いろんな区で言ったら3区目か、だからもうそこからもう転々としてるわけよ、まあでも今で落ち着いてて、長い、いや、その前が10年住んでた、そっからちょっと1個のマンションに10年、うん、よう飽きひんな、まあ、だ仕事のためみたいな、なんか通いやすいとか路線とかあるじゃん、今は結構ほら車で行っちゃってるけど、現場とか劇場とか、うんうん、だけどずっとその前までは、うん、例えば1本でよく行く劇場さんだった、ね、じゃあ今車の話だったよ、ミュージカルスターは今何の車乗ってる、いや、いいからもうそういうの、ミュージカルスターは今何の車乗ってる、もううるさい、そういう、何、はい、もう真っ赤なスポーツカーが何乗ってるやろ、進行表が真っ赤なスポーツカーが何乗ってるやろ、絶対これ後編じゃ収まんな
くなるから大丈夫大丈夫、最悪3本にすればいいんだよ最悪3本にすればいいんだよ、飽きるって視聴者飽きる、大丈夫大丈夫、サノさんだけど3本引っ張ってんから言うても佐野さんって誰やねんって話やん。いやいや違うよ、見てる人に言わしたらさ、メイン監督言うたって、うん、基本要は表に出る人じゃないやんか。あ、まあまあね、うん、初めまして画面に出てきてバーンって出てきたってお前誰やねんって話なわけよ普通の人は。また大丈夫だよ、ジョージは3本持つから。いやいいよ、で今はバッカのスポーツからプライベートオープンカーかなんかの。違う違う、何もう分かった分かった、紫や紫紫好きやったから。ちょっとやめて、本当にそういうの想像する人いるから。紫、ね、昔から好きやったから、紫のオープンカーかなんかやろ今。違うわな、あなんでそんなんのおかしいでしょ。違うよ、スポーツカーは正解やろ。違う、普通の、うん、あのもうファミリーカー、ファミリーカーです、うん、だから俺ほら大きいのが好きだから。もう言ってしまえば分かりやすいのはエルグランドとか、おああいう本当にあのアルファードとか、ああいうのが好きなの。要はミニバンとかだろ。ミニバンとか、まあ、SUV か、 あとはレンジローバーとか、うん、ああいう系、うん、俺ローバー乗ってたよ。そうそう、だからいいなって思いながらちょっとだからああいう系がさ、あ、ほら、あ結構いや、うん、山とかあんまりガタガタしたとこ行けないけどさ、ちょっとは行けるじゃん、ああいう。いや、四駆やから行けるよ。だからああいうのが好きなの。で、今は紫のエルグランドってこと。違うわ、なんだどこにあんのよ、紫のエルグランド。いやいや、塗装したってことよ俺知らない。やだよ、そんなの。いや、もう乗るんだったら黒とか真っ白、真っ白とか、ね、だから今どっちよ、黒白、それだけね、うん、それだけだよ、うん、黒、あ、黒ね、今黒、あ、黒の大きい黒の大きいやつ。もういいから、膨らませなくていい。黒の大きいやつ乗ってるらしい。何の話してたか絶対忘れちゃったよ。へぇ、あ、だからそう、路線だから通いやすい、うんからあのよく行く稽古場とかでよく使ってるとか、その当時俺も結構その似てたのよ。なんか同じ方にお世話になったりとか、あのクライアントさんとかだと、うんうん、大体同じような稽古場使う、稽古場を使うことになるから、そういうのに通いやすいっていう、全方向に行きやすいっていう。遠い時は遠いで豊洲とか行ったりとか、うん、なんかいろいろあるんだけど、うん、なんかとにかくわーっていっぱいあるのよ。だからその中で通いやすいのここかなっていうのと、まあ俺が憧れてた、あのまだ神奈川県に住んでた、実家に住んでた時に、東京で住むんだったらここがいいなっていうので憧れたとこに住んで、だから10年も住めた。へえ、一緒の場所で10年なんて住んだことある？飽きちゃう。それはスターだからよ。いや、じゃあ飽きちゃう、その界隈に飽きひん、うん、いや、うん、でもその飽きるじゃなくて、もうその1個のコンビニとかに飽きひん。だ多分それは普段その周り歩かないでしょ。もうとにかく仕事があったら車でブーンじゃん、うん、車庫から出してみたいな、うん、それで終わっちゃうじゃん。で帰ってきて車庫に入れて、もうそのまま部屋でしょ、かコンビニとかでしょ、とかスーパー行くの。俺の場合は街を歩くの、探索すんの、いろいろ。そうすると別に飽きないし、あ、こんな店できたんだとか、え、こんな路地行ったらここに出るんだとかっていうのを俺は楽しんでたタイプだから、10年そう、もう入れたっていう。地図作れるよ家から半径1キロぐらい、うん、だから、まあ、その辺の案内は絶対来たら、なんかね、もし行きたいっていう人が地方から来たら任せてとは思うけど。ジョージ今まだ独身？独身です。罰もつかず？はい俺どうしようかなと思ってんの。俺どうすれば、39ですよ今年。そうです、だから俺あのどうすればいいですか。来年40言ってしまうとほら男願望はあんの。いや願望はあるよもちろん。だってほら自分の子供をね、うん、欲しいとか。それは別に結婚せんでも作れるの。あのそういう発言はやめなさい、絶対これ炎上しちゃうから。いやいや、じゃあだって別に子供は結婚せんでも作れるわ、認知とかちゃんとすれば。まあ、しっかりね、しっかりカットした形をすれば、まあ、そのいろいろあるかもしれないけど、できるかもしれないけど、ほら一般的にはやっぱり奥さんもいて、ね、うん、子供がいてっていうのが理想ではあるじゃん、うん、だからそういう形でっていう部分だけど、男だからさ、うん、まあ、そんなに焦らずっていう。いや焦らず言うてるけど40で40で俺ももう要は考えてるのが、要は自分が40の時のガキだもん。松方さんが40の時に俺生まれてんだけど、要は、ま、俺が20歳の時って松方さん60なわけ、還暦なわけ。ってことは俺らが今子供作ったら還暦やねん、20歳の時、うん、結構やばい。そっか、いやいやいや、でも
なんかそれはミュージカルスター的に結構は考えてない、ね、いやそういうことじゃなくて、多分ファン離れするファンの人たちが許してくれないと思うのよ、多分結婚っていうことをね。ちょっと待って、これちょっと待って、メビウス関係なくね。でもさ、そのファンのためにじゃあ結婚せえへんっていう選択肢を選んでたら、うん、要は渡辺大輔の遺伝子は残らへんわけよ。そうだよ、どうすんの。いやだから、そう、分かんないよ、住所の相談って感じ。そうだろうし、うん、だ難しいじゃん。例えばめちゃくちゃもう誰もが知ってる役者とか俳優になってたらさ、なんか別にそのなんだろう、この業界的に安泰っちゃ安泰じゃん、別に結婚しますって発表しても。だけど俺まださ、この年齢になってもまだ情けないんだけど、やっぱ全然確立されてないんだよ。なんでやねん、ミュージカルスターに。いやいやいや、やっぱり例えばよ、帝国劇場、知ってるよ、帝劇で主演ゼロ番を張るとか、あのとにかくでかいもの、うん、まあ別にあの映像でもいいよ、うん、映画の本当に、まあ、全国ロードショーできるようなやつで、例えば100巻200巻を公開されるような映画でドンってなってるんだったら、うん、分からないよ、もうここはもう発表しとこうとかさ、例えば結婚するんだったらとか できるかもしれないけど、やっぱそこまでまだいけてない分、うん、今こうちゃんと培ってきたものをこう一個一個こう積み重ねてる時に、うん、ストンってやった時にストンとなるか。いや多分それがさ、分からないのがこの業界じゃん。そりゃそうや、うん、何が起こるか分からない。だから確立されてないのに中途半端にそんなことやっちゃうと、まあ多分俺の予想だとファンは離れるだろうし、もう一気に減るから、まあ仕事もなくなるっていう。ほら結婚する気ないな。だから結婚する気ないです。よかったね皆さん。難しいのよ。でも中にはね、応援してくださってて、大ちゃんそろそろ年齢的にあれなんですけどって言ってくれる人もいるのよ。年齢的に幸せになってもいいんじゃないですかって言ってくれる人もいるの、うん、中にはね、もちろん、うん、いるんだけど、うん、でも俺は自分的にはさ、まだ考えるじゃん、なんか、あーもう結婚したからじゃあ別の人を応援しますって人は世の中にたくさんいるし、うん、だからその辺が難しいのよ、この年になっても。でも別にアイドルじゃないよ。そうなんだ、まあ、そうそうそう、だからアイドルとかじゃなくて、その難しいんだよ、難しいんです。このそう、でもそれはな、昨日会ってた子っていうか会ってたやつも言ってた。そう、だからそう、まだ自分たちみたいに確立されてない人間っていうのが、やっぱり一つの家庭を持つっていうのを世間に、やっぱ世間様とか、まあファンの人たちに発表するとかっていうのが、うん、一番難しい時、うん、やっぱこう30代とか後半とか、まあ、40になっていくって時が一番難しい、うん、なんかその、うん、あとだからそれをすることによって周りに迷惑かける可能性もあるから、まあ事務所にはないろいろな迷惑っていうか、まあそうだからかもしれないけど、でもそれが事務所の仕事やからな。まあそうなんだけど、ぶっちゃけ言うと、あとは例えば決まってる仕事の方々にももし影響いったらとかあるじゃん。だからそれは先に根回しとか、まあ、そんな芸能界の裏話はそんな芸能界の裏話はよくて、とりあえず2本目も終わろうかな。ちょっと待って、マジホント、メビウスの話冒頭しかしてないじゃん。だから今ここまでしか埋まってないよ。僕から1から終わるぐらいあるから、えっ、これ1本が大体10、20分いかないぐらいなの。大体今これだから39分や、うん、尺的には、うん、大体1本10分から15分ぐらい。なるほどね、うん、ほら他のさ、結構 YouTuber さんとかって、いやだから一回閉めるね、うんうん、あ、OK、いいよ、とりあえず、まさかの3本作になりますんで。嘘でしょ、第3話に飽きないでね、うん、ご視聴ありがとうございます。ごめんね。